ヘンリー・アキンワンデからお願いします。小泉さん。はい、アキンワンデはですね、イギリス生まれなんですけど、両親はナイジェリア人なんですね。はい、戦績がですね、31戦30勝 18KO、1引き分け、負けがありませんね。身長が2メートルと1センチ、長身選手ですね。はい、ジョージ・フォアマンと前線したですね、アクセル・シュルツとの再戦でこれで勝ってですね、クイのヨーロッパヘビー級タイトル獲得してますね。はい、で今年の6月ですね、ジェレミー・ウィリアムズに勝ってクイの WBO ヘビー級タイトル獲得して、長身のスピードのあるボクサータイプですよね。はい、浜田さん、はい、2メーターを越しますから、まず身長が我々の目の飛び込んでくるわけですけどもね。そうですね、やっぱりこれぞヘビー級だなという体格してますよね。それと身長以上にリーチ長いと思うんですね、この選手は。そして特に左が本当に伸びてきますね。ヘビー級であってあれだけスマートなボクシングするのも珍しいんじゃないですかね。そうですか。はい、アキンワンデリーチは2メーター8センチあります。さあ、続きまして、挑戦者アレクサンダー・ゾルキンのプロフィール、小泉さんお願いします。はい、この選手も長身なんですね。身長196センチあります。戦績がですね、26戦24勝 15KO2 敗ですね。まあ、ロシア生まれでですね、そしてカナダ経由アメリカへ移住してきたんですね。はい、名のある選手としてはですね、カール・ウィリアムズ、トニー・タブスですね。日本でタイソンと戦ったトニー・タブス、あるいはバート・クーパー破ってます。タイトルマッチをさばくのが137回目です。そうですね、もうベテランレフリーですね。さあ、 WBO 世界ヘビー級タイトルマッチ12回戦、アレクサンダー・ゾルキン、ランキングは1位です。過去2敗を喫していますが、トニー・タブス、そしてマイク・ハンター、その両者に敗れていますが、その後2人には再戦で勝ちを収めています。こちらはヘンリー・アキンワンデ、負けはありません。 1つの引き分けだけ、それが先ほども言いましたアクセル・シュルツです。さあ、両者とも2メーターを越す男、2メーターに近い男、この大きな両者の対戦です。黒のトランクスがヘンリー・アキンワンデ、チャンピオンです。赤のトランクス、サウスポースタイルがゾルキン、挑戦者。お互いに長いリーチを伸ばします。浜さん、リーチが長いですね、両者とも。長いですね。ゾルキンの方も、まあ、距離が違うのかなと思いましたけど、そうでもないですね。ゾルキンの右も長いですよ。サウスポーのゾルキンは右のジャブを伸ばします。一方のアキンワンでは左を伸ばします。おっと、まあ、やっぱりお互いに前に出てる方の手の使い方ですね。はい、それがポイントでしょうね。おーっと、赤のトランクス、アレクサンダー・ゾルキンはロシアのために勝ちますと記者会見で言っていました。まあ、ゾルキンはアマチュア出身らしく、いいフォームしてますよね。アマチュア時代はもっとアップスタイルだったらしいですけどね。はい、プロに入ってパンチ力を強く打つためにやや前かがみにしたらしいですね。おっと、ソビエトのアマチュアチャンピオンでしたアレクサンダー・ゾルキン、1990年プロになるためカナダに移住しました。そこからプロのキャリアが始まっています。24勝2敗アレクサンダー・ゾルキン、背中を見せています。ゾルキン、右ストレート、チャンピオンアキンワンデ、右ストレート、アキンワンデの右ストレート、タイミングいいですね。はい、今日はタイミングいいですよ。この右一発でチャンピオンになりましたアキンワンデ、31歳です。挑戦者は32歳。右ストレート、ワンツー、左出します、右ミロボディ。浜さん、割とアキンワンではスピードを感じさせますよね。ヘビー級とは思えないようなスマートな選手ですよね。そうですね、まっすぐから入っていくしですね、まっすぐストレートを打ってるしですね、普通ヘビー級だったらもう力任せに打っていくんですけどね、綺麗なパンチをしますね。お互いにパンチの交換があります。まあ、スタイルこそ違いますが、それは両者について言えることですね。ゾルキンもフォームいいですよ。やっぱりアマチュア出身らしいなという感じしますね。スロート右、いきなり右を払ってきました、ヘンリー・アキンワンデ。89年にチャンピオン、アキンワンデはデビューしました。デビューから19連勝を飾っています。しかしその後20戦目で一つの引き分けを挟んで、まだ未だに負けがありません。30勝1分けです。右、これはダッキングして避けました、ゾルキン。あと30秒です。第1ラウンド、今度はボディから、左を思い切り振ってきました、オーバーハンド。
肘でブロックします。左クロス、あと右、また右一発か、いやこらえた、こらえました、さすがのタイミング、こらえました。おっと、これはゴンゴ、ゴンゴです。こらえきません。ブーイングです。大きなブーイングが聞かれます。 WBO 世界ヘビー級タイトルマッチ12回戦、ゴング前にアキンワンネが放った右、これは強烈でした。あのパンチは抜群のタイミングですよ。まずポイントとしてはアキンワンデのポイントですね、はい、まずですね、採点基準なんですけど、また有効なクリーンヒットをまず第一に取りますよね。その次はですね、攻撃を伴った構成、その後防御技術、そこで差がつかない場合はですね、どちらがよりペースを取ってるかっていうことでベースポイント、リングジェネラルスって呼びますけどね。今のラウンドの問題はですね、あそこでアキンワンデはダウンだと思ったんですよ。そこでですね、コーナーに下がったんですけれど、ここでですね、ところはレフリーはそのファイトオンダウンじゃないっていうことで、それだったらっていうんで攻めかけたところがゴングが鳴ったんで、でちょっとトラブルが起きたんですね。ちょっと気がつくのが遅れたか、あるいは気がつかなかったかという可能性もあります。さあ第2ラウンド、浜田さん、第1ラウンドはどうでしょう。まあ、もちろんアキンワンデの10対9です。あの抜群のタイミングの右でしたね。そうですね、あのもう少しゾルキン体振るといいんですけどね、ちょっと右ストレートを食いそうな位置にいますよ。 WBO 世界ヘビー級タイトルマッチ第2ラウンドに入りました。左のストレート、ゾルキンのダメージはどう見ますか、浜田さん。まあオートボディ、今見た限りでは、そんなに残ってないような感じはありますね。そうですか、はい、ダウンには至りませんでした。アレクサンダー・ゾルキン、こらえることができました。だからルールをボクサーやはりよく知らないといけないですね、はい、この試合はスタンディングカウントないんですから、だからスタンディングカウント取るっていう場合はですね、そのもう試合ストップするときですよね。それで以外はもうレフリーは続行させますよね。スタンディングカウントっていうものはないんですから。おっと、曲がった右、つまりアキンワンデは先ほどぐらついたところで追い打ちをかければよかったわけですね。右のストレート、そうですね、追い打ちはかけずに離れてしまいました。コーナーに下がりました。相手の目をよく見ています、リチャード・スティーブ。第2ラウンドちょうど半ばです。チャンピオンのヘンリー・アキンワンデ、両者は負けます。アキンワンデはプロモーターがドン・キングです。トレーナーがドナルド・ターナー。 おっと今は外れましたけど、はい、いいタイミングですよ。ヘンリー・アキンワンデは非常に今回ベストコンディションでこの試合に臨んできています。この試合をみんなに楽しんでほしいと、こう記者会見で言っていました。ヘンリー・アキンワンデ盛んに右に狙ってるんで、やや、ガードが低くなってはきてますね、アキンワンデ。アキンワンデは4ヶ月ぶりの試合です。4ヶ月と10日ぶり、ガードの外から狙っていきます。アキンワンデブレイクが増えてきています。この長身のアキンワンデの方はサウスポーはあまり苦にしませんね、距離タイミングができたらすぐ右打ってますよね、はい。チャンピオンアキンワンデ、おーと右を合わせていきました。いい右ですね。初防衛戦、右のタイミングは抜群に合ってきましたよ。あ、下がります、ゾルキン下がります。効いてきましたね。世界初挑戦のゾルキン、世界の壁に合っています。ゾルキンの動きがこのラウンドやや止まりました。ミラッパーを繰り出していきます。チャンピオンコテゴングです。第2ラウンド終了しました。小泉さん、まあ、このラウンドも、アキンワンデのラウンドですね。浜田さん、アキンワンデのラウンドです。10対9です。右ストレートは有効だったし、最後のアッパーも良かったですね、はい。こちらが挑戦者のアレクサンダー・ゾルキンです。まあ、ミゲル・ディアスさんが10セコンドで今カットマンやってますね、右の前のあたりですね、ちょっとカットしたようです。今言いましたミゲル・ディアス、一番上の名前です。これ何人いるんですか。4人までは分かりますけど、6人名前が入ってますね。まともに食ってますね。これを再三食ってるとやっぱりダウンしますよ。
これは浜田さんどうでしょうね、12ラウンド行きそうな雰囲気も最初あったんですが、まあ、両方うまいですからね、なくなったかもしれませんね。左と右の殺し合いでしたからね、リードブローをどうやってさばくかでしたけど、いきなりやっぱり右の長いのが飛んでくるようになりましたから ね、 そうですね、ノックアウトありそうですね。 WBO 世界ヘビー級タイトルマッチ12回戦第3ラウンドに入りました。ゾルキンのダメージ具合はいかがどうかと、ゾルキンは立て直しています、はい、ゾルキンは常に一定のフォームしてるんですね。アキンワンデの方がややっぱり狙いすぎてるところあるんですよね。あ、右を空振りした時に、あ、右、右です、いきなりの右、これを合わせてきます。まあやっぱり右が当たるんで狙いたくなりますね、ヘンリー・アキンワンデ。さあプレッシャーが強くなってきています。ナイスオリーこらえます、ビラッパーから、まあ、やっぱりあのアキンワンデ思い切るってるせいでガードもやや雑にはなってますよ、はい、また右、この右をかなりの確率でヒットさせますヘンリー・アキンワンデ。2メーターを起こします、アキンワンデが繰り出してきます、この右のストレート、それをかいくぐりながらゾルキン、なんとか入っていこうという自分のスタイルをきっちりと守りながら戦います。アレクサンダー・ゾルキン、ロシアの出身、まあ、ゾルキン オンガードポジション取るのいいんですけどね、左ストレートまっすぐ当てて右フック返すと当たりますね、はい、じりじりと詰めていきますがゾルキンです、距離を置きます、アキンワンデ、アキンワンデは投打しません、まあ、右の当たる距離を測ってるんですね、はい、アキンワンデ、はい、もう少し左出るといいんですけどね、やっぱり一発、うんね、あの狙いたがってるところありますね。なるほど、はい、おお、飛び切り、左から右飛び込んできました、アキンワンデ、今度は右アッパー狙ってます、完全に狙っています。もう少しゾルキン体を振るといいですけどね、やっぱり、ちょっと膠着気味なところありますね。あ、そうですか、はい、赤のトランクス、アレクサンダー・ゾルキン、顔側もかなり好調しています、赤くなってきています。ゾルキンが一定の動きをするんで、アキンワンデとすれば読みやすいわけですよね。あ、ですからガードを下げてもそんなに怖くはないわけですね、まあ、顔が好調しているのはゾルキンの方なんですけど、調子が良くて好調なのはアキンワンデの方ですね。なるほど、はいはい、このラウンドもアキンワンデのラウンドです、はい、好調アキンワンデ、このラウンドも取りました。浜さん、アキンワンデの10対9です。そうですか、はい、アレクサンダー・ゾルキン、こちらはアキンワンデです。右をよく当ててはいるんですけどね、ちょっと浮いたような、体が浮いたような当て方ですね、はい、だからちょっと威力はないんですね。まあ、タイミング合わせは今のところうまくいってるんですけどね、もっとダメージ与えるためにちょっと腰を落としてもっと脇を絞ってそれでショートで打つことですね、はい、浜田さん、はい、この選手を見ますと思い出すのが昨年の12月フィラデルフィアスペクトラムでトニー・タッカーと、ね、約1年戦いましたよね、うん、約1年前ですね、あの時はトニー・タッカーと真正面からの左のジャブの打ち合いしましたからね、はい、あ、この映像は先ほどの VTR です。先ほど入ってきたマイク・タイソンを VTR で再生しているものです。さあ WBO 世界ヘビー級タイトルマッチ12回戦、今日はヘビー級のタイトルマッチが3つあります。豪華イベントです。第4ラウンドが始まりました。赤のトランクス、アレクサンダー・ゾルキン、自分から行きます。プロになるためカナダに移住しました。その後そこからプロのキャリアを始めましたが、フロリダ、カナダ、バハマで試合をした後、彼のマネージメントチームが解散となってしまいまして、コロンバスへ行きまして試合をした時に今のマネージャーと出会いました。そこで契約し、現在はコロンバス在住です。アレクサンダー・ゾルキン、そのマネージャーがジョン・ジョンソンなんですね。あの、はい、東京でですね、そのタイソンを破ったマスター・ダグラスのマネージャーだった、はいはい、
浜さん、はい、この選手をおっと取材してる時にあの話しかけられてましたね、まあ、ジョン・ジョンさんね、6年かそこらぶりになりますかね、6年7年ぐらいになりますかね、はい、久々だなという感じでしたけど、やっぱり、年取ったような感じしましたね。そのゾロキンのマネージャージョン・ジョンソンは浜田さんにこう言っていました。浜田覚えてるか、これはあの時バスターが勝つと言ったんだぞと、うーん、確かになったろうと言ってはいましたけど、まさか、あ、ダウン、ダウンです、ゾロキンダウン、今ショートのパンチですね、右からの左の返しですね、はい、今はそんなに力をいっぱい打ったパンじゃないんですけど、タイミングが良かったんです ね、さあダウンがありました、第4ラウンド、それとダメージがあの重なってきましたからね、アキンワンで畳みかけに行きます、時間は十分あります、第4ラウンド、また王座を獲得した時のようにあの右の一発でゾルキンを沈めることができるか、また右、ゾルキンのアキンワンでの右ストレートが伸びてくるんで先には打っていけないんですね、ゾルキンとすれば、あ、なるほど、ゾルキン上体を振りますがあまり大きくは振れません、ですからアキンワンデが右打った瞬間に左打ち返してますけどね、やっぱり後手後手でやってますね、どっちかというと先手を取りたいところですね、この、はい、ペースになってしまうと、ゾルキン右を使いながら入っていきます、距離を詰めていきました、ゾルキンは235パウンド107キロチャンピオン、アキンワンデは108キロです、体重はほぼ一緒と言っていいでしょう、このヘビー級、いいストレートしますね、ミロストレート、ミロストレート、さあ追い打ちをかける、追っていきます、チャンピオンはキーワンで踏みとどまりました、ゾルキン、ミロッパー、またアッパーで狙います、状態を振りながら相変わらずゾルキン同じペースで入っていきます、第4ラウンド終了です、このラウンドは挑戦者にダウンがありました、10対8ですね、はい、アキンワンデのラウンドです、同じく10対8です、ダウンしましたアレクサンダー・ゾルキン、あ、今顔が見えています、この、ピアスをしている方が先ほど話しましたジョン・ジョンソンマネージャーです、昔フットボールのコーチだったらしいですね、かなりがっちりした方です、はい、ちょっとあの小泉さん腫れも目立ち始めてきましたね、そうですね、まあ、右ストレート、まあ、それほど強くはないと言いながらですね、タイミングよくまともに食ってますからね、さあ浜田さんここ、右打って左返したのかなと思ったんですけど、右打たれた後にやっぱり足もちょっと滑りましたけどね、はい、やっぱり、ダメージが残ってるんで足が定まってないところあるんですね、多分に足がね捉えられていましたね、まあ、やっぱり、いいタイミングではあったんですけど、このパンチでダウンするというのはダメージ残ってるんですよ、なるほど、第5ラウンドに入ります、赤のトランクス挑戦者アレクサンダー・ゾルキン世界初挑戦、まあ、第4の団体としばらくこういう言われ方がつきました、この WBO という団体なんですが、最近ではかなりそのステータスが上がってきています、そのヘビー級チャンピオンがヘンリー・アキンワンデ、クロントランクス、まあ、このステータスを上げたのはオスカー・デラホヤの功績が、小泉さんいつも言ってるように大ですよね、そうですね、彼がしばらくこの WBO のタイトルを保持しておりまして、その名を高めました、そしてマルコ・アントニオ・バレラでしょうね、あ、そうですね、はい、左から右、どうしてもゾルキン、いや、アキンワンでこの右でフィニッシュしたいという、そんな感じが伺えます、やっぱり、いいタイミングで当たってるんで狙いたくなりますよね、はい、まあ、あと打たれてるゾルキンなんですけど、おでこの方が相当腫れてきましたね、そうですね、タンクみたいに腫れてきましたね、はい、クインチ、このブレイクが増えてまいりました、注意を与えます、リチャード・スティール、レフリー、頭が当たったゴスンという感じで頭が当たりました、グラウンドの半ばです、これはグローブの上ですが、グローブの上ですけど、頭が引いてきますよ、はい、まあ、軽量級ではですね、グローブの上から当たってですね、ダウンというのはないんですけど、
ヘビー級ではありうるんですよね、はいはい、一種の脳震盪ですからね、ノックダウンというのは。なんかグローブの上からでも相手の頭を急激に揺さぶるとですね、ダウンありますね。それだけ強いパワーがこのヘビー級にはあるということです。とにかくこのクロントランクスチャンピオンのアキンワンで近くで見ますと、浜田さん、ボディービルダーのように太い腕ですよね。本当そうですね、やっぱりいい体してますよね。普通の日本人の、普通の標準タイプの足ぐらいの太さがありますからね。やっぱり鍛え上げられた体だなっていう感じしますね、まあ、遠くから見ると背が高いんで、はい、痩せギスで細いように見えるんですけどね、こう軽量の時なんか見るとやはりいい体してましたよね。そうなんですよね。まあ、戦っているのが同じく2メーター近いこのゾルギンですし、リチャード・スティールレフリーも背が高いですから、そうですね、それほど皆さんあの身長というのは感じないかもしれませんが、こうやってリングでから下から見上げていますと本当に高いこの両選手。ゾルギンのパンチ、これを抱え込みましたゾルギン。チャンピオンのアレクサンダーヘンリー・アキンワンデ、まもなくこのラウンド終了です。第5ラウンド終了しました。このラウンドは浜田さんから、アキンワンデの10対9です。依然としてアキンワンデ、はい、私も同じですね、まあ、このラウンドもやはりあの右のストレートが有効だったですね。ゾルキンは現在9連勝中です。これが11ヶ月ぶりの試合になりますが、アレクサンダー・ゾルキン32歳、ここまでは押されっぱなしという試合で、1ラウンドの出だし良かったんですけど、やっぱりゴングーと同時の右ストレート、あれ効きましたね。なるほどね。このゾルキンというのはですね、はい、この2敗しかしてないわけですね、トニー・タブスとマイク・ザ・バウンティーハンターですね、はい、マイク・ザ・バウンティーハンターっていうのはジミー・サンダーに勝ったことがある、まあ、実力者なんですけど、これ2人とも雪辱してるんですね、再戦して、サウスポーって言いながら力はありますね、はい。第6ラウンドです。 WBO 世界ヘビー級タイトルマッチ12回戦、ラスベガスから衛星生中継でお送りしていますが、この試合の後に IBF のヘビー級タイトルマッチ、そしてその後に WBA のヘビー級タイトルマッチ、マイク・タイソン対イベンダー・ホリフィールド戦が控えています。ミロオーバーハンド、ゾルキンが打っていきました。ヘンリー・アキンワンデはこのラスベガスでの試合は95年4月8日以来2度目の試合ということになります。過去アメリカでの試合は5試合したことがあります。あとはほとんどイングランドで試合を行っています。ヘンリー・アキンワンデチャンピオン、まあ、あのアキンワンデ5ラウンド目、まあ、あのペースはもちろん取ってるんですけどね、ええ、5ラウンド目あたりから右一発狙いに来てますよね、はい、もう少し1ラウンドを見せたような左を使うといいですけど ね、 なるほどね。やっぱりこれだけ右が当たるんで狙いたくなりますね。ですからさっきのラウンドからあの右を空振りした後入られてますよ、そこでドリキンが打てればいいんですけどね、やっぱりダメージが残ってるんでまだ手は出せないんですけど、時間立って回復してくると面白いと思いますけどね。入れるようにはなってきていると。なってき ま、はい、来てますよ。あの右一本ですからね、あのアキンワンデは、はい。両者を離します。リチャード・スティールレフリー。ここで左に突くといいんですけどね。はい、やっぱりもう右一発狙いですよね、今。なるほどね。右を絞ったままぐっと後ろに引いています。なんとかこのチャンピオン右を当てようという。まずは左で作ります。おっと。うん、その前にゾルキンが仕掛けていきます。今の感じで左出しているといいですね、右と左が交錯します。ゾルキン右目、また右、ゾルキン右、名人のあたりカットしています。あ、今のゾルキンの右カウンターいいの入ったんですけど、ダメージが残ってるんで追い打ちができないですね。あと1分、第6ラウンド、こうやってあの左出してるとまたリズムつかめるんですね、アキンワンデ。今左を少し出しました。また右アッパーです。またあの左が出始めましたからね、はい、出始めるとリズムをつかめますね。まず右をかぶせるような感じ、ショートの右を放っていきますゾルキン。なんとかこれを、あ、目でしょうね。チェックします。ドクターチェックです。
こう顔全体半面に血が広がっていますが、それほど大きなカットでは小泉さんないようですよね。どう思います。あ、しかしかなり長いですね。右の前のところです。右です。またここで両者を離します。ここでゴング。第6ラウンドを終了しました。このラウンド挑戦者ゾルヒンが右の前のあたりをカットしています。浜さん、はいはい、採点は浜さんどうでしょう。アキワンデの10対9です、はい。まあ、このラウンドですね、かなり力込めてその決めてやろうっていう気を出してですね、右ストレート強く打ち込んできてましたね、まあ、相手失血もさせましたしね、まあ、10対9アキワンデのラウンドです。Step and pivot. Step and pivot. Okay. Don't try to hit the top part of the head. So. 今カットの箇所が大きく映し出されていました。ゾルキン。こちらはアキンワンデ。一方的になりつつあります。WBO 世界ヘビー級タイトルマッチ12回戦。アキンワンデは昨年プロモーターのドンキングと契約しまして、最初のこれが、世界挑戦でタイトルを取りました。そして初防衛戦ということになります。第7ラウンド、第のストレートは空振り、ダッキング、はい、ゾルキンは何かセコンドから今のラウンド言われたでしょうね、打っていってますよ。もう手出さないと止められるぞっていうのを言ってるんでしょう ね、ましてレフリーはリチャード・スティールじゃないかっていうことです、はい。今ゾルキンサイドコーナーから指示、セコンドから指示が飛んでいましたが、回り込んでから打てという指示を飛ばしていました。アキンワンデコーナーはですね、はい、Do your thing っていうのを言ったんですね、はい、自分のやらなければならないことやれ、結局そのジャブ出して右ストレートを積極的に当てていくと、はい、右回りして右を当てていくということですね、はい。それぞれのコーナーからセコンドから指示が飛んでいます。この両者だからよく日本なんかのセオリーではですね、サウスポーに対して左へ回る左へ回る、相手の左ストレートから遠ざかるのがセオリーになってますけどね、相手よりその相手の左ストレートより右ストレートがそのスピードがあった場合積極的に右へ回ればいいんですね。浜田さん、はい、自分のやるべきことがキングワンで先ほどからおっしゃってるようにできてないわけですね。まあ、やっぱりでね、狙いたい気持ちが先に出てますからね、狙いたいっていうのは一発で終わってしまいたいと、はい、いう気持ちが出てるんで、やっぱりその前の組み立てをやってないわけですよね。あ、なるほど。まあ確かにぐらつかせた時、それからダウンを奪った時、タイトルを取った時の右一発が脳裏によぎったでしょうからね。あ、やっぱり感触っていうのは覚えてますからね、はい。これはグローブでブロックしました。ゾルキンの攻撃は食い止められています。ゾルキン積極的に打っていってますけど、はい、左入ってその後の右が やや大きいんですね。やっぱり疲れてくるとパンチが大きくなりつつあるんですよ。大きくなると次のパンチが出ないんですね、ですからもう少し我慢して小さく打つことを心がけることですね。気持ちは分かりますよ、はい、ゾルキンの気持ちは伝わってきますよ、ああまた右、ショートのパンチが右ヒットしました。顔面です。フォローがないんですね。その後ね、はい、その後ですね、ダブルの右を返す、もう一発右を当てるか、はい、あるいは左を返すんですね。右だけで追っていきます。チャンピオンのアキンワンデ。もともとこの両者は今年の6月29日に対戦する予定でしたが、試合の3日前にゾルキンの方が怪我をしまして相手が変わりました。そしてタイトルを手に入れたアキンワンデ、今回はゾルキン挑戦者という形でこの試合が組まれたわけです。第7ラウンド終了です。膠着状態ですが、浜田さんどうでしょう。アキンワンデの10対9ですけど、このラウンドはゾルキンよく前には出ましたけど、やっぱりパンチが大きい分当たらなかったですね、はい、もう少し小さく打つといいですけどね。今画面はフランソワ・ボータです。この後出てまいります IBF 世界ヘビー級タイトルマッチ12回戦、チャンピオンモーラーにこのボタが挑戦します。
私もこのラウンドは10対9ですね。そうですか、はい、はい、あの右ストレート一発だったんですけどね、あれの与えたダメージっていうのはですね、そのラウンドトータルしたダメージ集計するとですね、やはり秋までの方が上だったと思いますね。なるほど、はい、あ、こちらはチャンピオンのマイケル・モーラーです。28歳、今月29歳になりますマイケル・モーラー。ゆっくりとウォームアップを行っています。4ヶ月半ぶりの試合ということになります。先ほどのボタは11ヶ月ぶりという長いブランクを作っています。さあ第8ラウンドです。 WBO 世界ヘビー級タイトルマッチ12回戦、アメリカラスベガス MGM グランドガーデン、そのリングサイドから衛星生中継でお送りしています。この WBO のタイトルマッチの後 IBF、 そしてその後が WBA のタイソン対ホリフィールドです。ここまではクロントランクスチャンピオンのアキンワンで初防衛戦、このチャンピオンが一方的な試合展開を作っています。追うのはゾルキ、しかしポイントを取るのはチャンピオンアキンワンで、そういった展開。ただアキンワンでは接近戦は得意でないようですね、はい、近づいてくるともうすぐクリンチしてしまいますね、まあ、それも作戦の一つでしょうけどね。確かに浜さん、はい、あの綺麗にワンツーでジェレミー・ウィリアムスを倒した時もかなり距離がありましたからね。長い距離は得意とする位置ですよね、まあ、ですから接近戦はそんなに好きじゃないんですけど、この試合は接近戦になるとやっぱりクリンチに来てるわけですね、はい、そのクリンチに来たところをゾリキ打てればいいんですけど、やっぱりダメージが残ってるんでエネルギーがまだというかちょっと消耗してるんで足りないところがありますね。アキンワンでリーチは208センチです。アウトボクシングをしていますが今入ってきました。ここで打つことですね、ゾルキンはタイミングを逃します。アレクサンダー・ゾルキン、ちょっとアキンワンで疲れましたかね、ちょっと手数が少なくなってますね。あ、確かにそうですね。浜田さん、その辺はどう感じますか。やっぱり一発狙いに行ってますからね、ええ、一発を狙うとやっぱり強く力込めて打ちますから疲れますよね。ですからもっと元に戻ってボクシングをすることを心がけるといいんですけどね、はい、左カウンターになりましたが綺麗には入りませんでした。連動連動、このラウンドほとんどアキンワンでは手出してないですよ、入り込まれてクリンチですね。入ってきます、左ショートで当てました。入り込むまではかなりの確率でゾルキン行くんですが、その後ゾルキンは入り込まれた時必ず右アッパー打たれてますよ、はい、これですね、必ず打たれてますね、はいはい、ここでゾルキンもっと打てばいいんですけど、やっぱりクリンチの時に打つというのはエネルギーいるんですよ。同じパターンが続いています。おまた左ついてから右のストレート、第8ラウンド同じような展開で終了しました、小泉さんどうでしょう。私はたまにですね、アキンワンでアッパーも打ってたんですけどね、このラウンドはもう、ゾルキンの構成を取ります、はい、10対9ゾルキン初めて挑戦者が取りました。浜田さん、私はアキンワンでの10対9です、はい、今この会場の引いた絵が、大きく広がった絵がご覧いただけたかと思うんですが、ご覧のようにだいぶお客さんが入ってきました。おそらく浜田さん、あと1時間もすればこれぎっちりいっぱいになるでしょうね。そうですね、もう一席も開かないというぐらいまで行くんじゃないですか、この入り方の時間を見るとですね。そうですよね、まあ、毎回イベントごとにキャパシティが違うんですが、今回のシーティングキャパシティ、席は 16,325 用意されています。アキンワンデっていうのはいい顔してますもんね、はい、ハンサムボーイですね、もう、まあ、ハリー・ベラフォンテって歌手がいましたけど、ちょっとその鼻筋が通ったところなんか面影に似てるところありますね。あ、そうですか、はい、ゾルキンの出血は止まっているようです。試合は第9ラウンドに入りました。
WBO 世界ヘビー級タイトルマッチ12回戦行っていきます。ヘビー級ですから一発とにかくまともに入ればそこで試合が終わります。アキンワンでもクリンチながらうまく休んでますね。チャンピオンはこれが2度目の世界戦、ここでゾルキン休ましたいかんですね。挑戦者ゾルキン、これが初めての世界戦、かなりゾルキンも疲れが表情に出てきています。まあこれだけ打たれたら疲れますよ。今度は左、いい角度で入りました。もう少しゾルキンは頭の位置を動かすことですね。足を使うかですね、はい、上半身もっとボディーワーク使って緩ることですね、振ることですよ。正面から入っていってはストレートパンチでカウンター取られてますね。振っていったんですがこれでは足りないか。入ってからのパンチの出し方、ゾルキン。もう少し小さく、もう少し数を打つといいんですけどね。ただやっぱり疲れてるんで数が出ないですね。その点アキンワンダーのうまく休んでますよ、はい、手数からするとゾルキの方が出てますから。そうでしょ、右かなり強烈に入りました。いい角度で入りました。チャンピオンの右ラッパー浜さん、今ちょうど放送時から真横90度から見ることができたんですが、いい角度です ね。あれにもっとバネを入れて打ってればダウンもあったと思いますけどね。角度的にはいい角度ですよ。アキンワンデ、とにかくジャブをもっと出したいところでしょうが、アキンワンデにもおそらく浜田さん、はい、一発狙いというのもありましょうし、ちょっと疲れてきたというのも見られるんですが、疲れてますよ。極端にペースダウンしてますから、ですけどうまく休んでるんですね、はい、詰めていきます。コーナーに入りました。ここは両者を分けません。リチャードレフィー、プッシュするな、押すなという注意を受けました。第9ラウンド間もなく終了です。相手がですね、右目から出血してるんですからね、もっとジャブ集めて目を狙うのも一つの手ですね。それかもっと右をですね、右へ回るんだったら的確に当てていくべきですね、はい、ただポイントとしてはアキンワンデのポイントにつけます。第9ラウンド終了です、はい、私もアキンワンデの実体級ですけど、ゾルキンのおでこが相当腫れましたね。そうですね、右の目をカットしています。そしておでこのあたりもだいぶ腫れが目立ち始めました。こちらはチャンピオンアキンワンデ、スペッドリンク。まあ、ゾルキンのカットマン、先ほど紹介しましたベテランのミゲル・ディアスさんなんですが、ピタッと止まりましたよね、うん、止まってるんですけどね、毎ラウンドパンチ食ってますからね、また傷が開いて出血してますね。止めてはまた出血、止めてはまた出血ですね。割と幅的に広いような、先ほどね映像で映った見た感じですけれども、そうですね、そういう長くて広いというような感じが伺えます。ミゲル・ディアスさんもかなりいい仕事をしているんですが、それ以上に打たれてしまいます。さあ第10ラウンド WBO 世界ヘビー級タイトルマッチ12回戦、まあ、1ラウンド終わった時を見るとノックアウト早いかなと思いましたけどね、やっぱりアキンワンで一発狙いに来たんで、こういった流れになってますね。この流れというのはなかなかですけど変わらないんですよね。変えると難しいんですよね。本当に流れを変えるのには倍、もう3倍ぐらいのエネルギーかけないと変わらないですからね、はい、これはもうアキンワンでチャンピオン自身が作ってしまった流れですからね。まあそうですね、ですからまた1ラウンドに戻って、初心からやるという気持ちになるといいんですけど、なかなかそういった流れはいかないですよね。しかも10ラウンドまで来てますからね、ラウンドが深まってます。余計にこう回が迫ると一発 を、はい、を決めて倒したいという気持ちになりますからね。そうでしょうね。ただコーナーも選手ももう少し頭を使わないといけないですね。レフリーはリチャード・スティールだし、はい、ここまでワンサイドになってるんだからロープへ詰めて連打することですよ、そしたら TKO 生まれるんですよね。やはりコンビネーション打ってないです、はい、もうたまにジャブって右ストレート、あるいは右アッパー打つだけですね。
そのパンチが効いたら相手ロープを押し付けてそれでコンビネーションを持っていくことですよね、はい、さあ追い打ちをかけるか。今リチャード・スティールがレフリーだからというコメントがありましたが、それはリチャード・スティールレフリーは割と早めに止める傾向があるわけですよね。そうなんですね。ですからやっぱり浜田さん連打が欲しいところですよね、はい、まあ、本当そうなんですけどね、この流れがあの5回からずっと来てますからね、はいはい、セコンドもおそらく左から打っていって、左のジャブから打って右を決めてそしてまた踏み込めという指示はあると思うんですけどね。かなり会場もざわつき始めています。アメリカのお客さんは正直ですからすでにこの試合にちょっと飽き始めましたか。確かにあの見た感じは膠着状態、同じような展開ですからそうならざるを得ないのかもしれません。しかしヘビー級です。一発当たれば倒れます。ドルギンはどっちかというとただ一生懸命ですね、はい、だからこういうボクサータイプ、アキンワンドのようなボクサータイプですね、またあちょっと 目を見るのか、また出血が始まりましたか。あれですね、あれでしょうね、あれを見てますね。あさあどうでしょう。はい、試合終了です。相当内出血してるでしょうからね。ドクターがレフリーにストップを要請しました。試合終了、テクニカルノックアウトになります。ヘンリー・アキンワンデ、これで初防衛に成功です。 WBO 世界ヘビー級タイトルマッチ、ロシア出身のアレクサンダー・ゾルキン、チャンピオンになることはできませんでした。10ラウンド途中、テクニカルノックアウト、レフリーが試合を止めています。まあ、体の特徴を生かしたいいものを持ってるチャンピオンですけどね、はい、決め手がないのがちょっと悲しいですね、時間は手元の計測では2分32秒、10ラウンド2分32秒、テクニカルノックアウト、あくまでも正式なものではありません。まあ、浜田さん、はい、確かにあの小泉さんが今おっしゃったようにこの大きな素晴らしい体を生かしきれてないという、そういう印象を受けざるを得ないですね、まあ、あのやっぱり1ラウンドにいいパンチが入りましたからね、欲が出たんですよね。ですからその一発を当てるまでの中間省略というんですかね、はい、そういった気持ちになってしまいましたよね。こちらはハレをあのエンスウェルというハレを止める金具みたいな感じが、ね、器具で、ね、抑えてるんですが、これはあの何の反抗もしませんでしたので、もう自分たちも納得した TKO 負けということになりますね。もうそうですね。そうですね。傷自身もかなり大きいですね。倒しきることはできませんでしたが、ヘンリー・アキンガンデ初防衛に成功です。Ladies and gentlemen, we have the time of 2 minutes 32 seconds of round number 10. Our referee in charge, Richard Steele, stops the contest on advice of ringside physician Dr. Flip Homansky. Zolkin suffering a severe cut above the right eye. He's the winner by way of technical knockout. He is still undefeated and still the WBO heavyweight champion of the world, Henry Akinwande.